です。断る？どういう子？普通の子だよ。あ、そう。まあいいよ。一緒にフットサル来るさ、じゃあ。フットサルやるようになるじゃない。やるようになるじゃない。息子は？息子じゃん。男の子だでやるな。名前がシュートっていう。シュートかシュート。あ、シュートじゃん。サッカーじゃん。サッカー。サッカーじゃん。何時だわ。4時か。ちょうどいいね。お疲れした。今日あれお前あれ持ってるけど、湯沸かし器カプラーメン食ってあれっけ。あーカレー食いたい。あーカレー食いたいっけな。チキンラーメン食ってけん。生卵も欲しい。卵も欲しいけど。チキンでけんラーメンどんぶりチキドンチキドンチキドンドン。あの1日目のあそこで食べたのうまいっけな。熱っけな。1日目さ、色だけ超えてさ、ああ、あの三吉ね。そう。あそこの崩れんとこね。崩れんとこ。ガレンとこね。あれそこで寝て体力消耗したけど。嘘？なんで寝たもんね。寝たじゃん、ちょっと。寝た。1時間ぐらい寝たな、あそこ。秋山氏びっくりしてたっけよ。なんで？秋山氏、なんであのとこ寝る？日向で。あ、日向で寝たのね。あんたたちさ、バカじゃないみたいな感じに的な言ったっけ、秋山氏言ったっけじゃん、夜。ああ、そんで俺、体力なくなったっけって思ったっけ、あの時ついてっから、そう思ったっけ。秋山氏そのまんま俺、秋山さんと一緒にテカリ行ったっけな。で、秋山さんテカリは行ってくるって言ったら、俺僕はもう疲れたもんいいですって。おっ、これよかったっち。そう鈴木くんちどこ行ってきたな。あ、佐賀業の作業といろいろ回ってましたっつって。そうか、そうかっつって。うん、うん、あれ、こんなとこね、横断歩行入れた。だいぶ前か、前入ったよ。あそこカーブだもんさ、曲がっちゃうよ、よくカランコローンっつって曲がっちゃって浮いてきちゃう。あー、カランコローン、カランコローン、車通るもんでね。そうそうそう、でっかいのカーブで曲がって通るもんでさ。どうぞ、これ行くぜ。はい、せーの、はい。よく引きずらんけじゃん。足柄サービスエリア30キロの渋滞。おい、月曜なんかだったっけ、農業委員会だったっけ。ギョギョっつってな。ギョギョギョさあ、かなくんすごいだね。新種、新種じゃないよ、発見、絶滅種を発見したのね。なんだっけ、クロマス、え、クロマスってすごいよね。天皇陛下のとこ行ったのね。行くの、あの、なんだっけ、あの春の天皇陛下に何か呼ばれた、いや、名前読み上げられたのか。あ、そう、さかなクンです。さかなクンがこのなんとかに功績によりみたいな言ったね。ギョ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 これあれだね、次期天皇陛下と喋ったことあるけどな。あ、あれだな、ツインメッセだな。おごめん、
った時にね、誰も客の根気な。ふうくんとね、喋ったことある。なんつったっけ、カーネ本町いいですね。今日は何しに来られたんですかって言うんですかね。今日はイベントでカーネ本町から来ましたっつった。お茶の有名なとこですね。おすごいじゃん、知ってるんだ。知らなかった、遠藤のくせに知ってた。知ってるだか。俺も昔県庁じゃやったことあるわ。阪神甲子園球場でやったっけな。天皇ってさ、カップヌードルとか食べたことあったかね。ないかもね。金ちゃんヌードルってうまいですよっつって教えてないけど。はぁっていう。はぁ、カズイさんの新鮮だからやらしい。長島さんの新鮮と思っちゃう。あるのかな。あるじゃない。夜食で、夜食で、夜食だって食うんだから。今あれだな、だから肝動脈だな、動脈硬化の治療みたいな。何が肝動脈、あ、治療、肝動脈の動脈硬化の治療をしてるなんで病気、病気だっけか。天皇とかやっぱり70いくつもなりゃ、あー一つや別つあるから天皇ね。マルタの80歳で死んだの。昭和、昭和じゃなくて昭和天皇。知らん。耐え難きを耐え、忍び難きを忍びつって64年で何歳になった、何歳の時に死んだ。じゃあそれにしよう。そんなにめくるめくるの的な。ほらすごいな。じゃあじゃあ誰のシャンキンが。お疲れです。誰今の人。カレオツさんです。んカレオツ様です。カレオツ様、お疲れ様ってことね。なんで急にそんなきつけな。業界人だもんね。すみません。カレオツ様です。お前とお知らせぐらいね。おじのさん、おしろピー、おしろピー、おしろプロ野球さん。梶原さん何やってんの、退職して。 NPO ライフ、ライフカーネ。本当に風来カーネです。あれ何やってんの。あれ浜谷さんと一緒にやってるよ。何を。キャンプ場。あ、そう。キャンプ場を経営してその周辺の山を切った。こないだほいでコンサートもやる。誰も浜谷の奥さんの方。奥さんだっけか。高川を逃げる。ねえねえ、新肉名の退職金っていいの。なんよくないな、給料なんてそんなよくない。だからあれだっけ、長塚くんだっけ、あの若いの来る子土。あ、土屋くんはいくらもらえるのかってんの。わからん。あの子って何、結婚してる。してないよ。いくつ。太田と一緒ぐらいじゃない。太田って太田ですけど。あ、そう、26歳か。橋本達夫大吾。ああ、同じだった。そうだ、6歳だと。この間飲んでた時たまたま会った。飲んでたっけ。あ、もじゃ同じ年だ。ぶっちゃけ何、元何やったの、イケメンなのに。プー。元プー。
か